おはようございます。令和チャンネルです。はい、今日の令和哲学は、人間が一番、営業力を持つためにどうすればいいのか。はい、この時代のテーマは皆さんシンプルです。今の時代は情報知識が多すぎる。もうみんな多様性多元性が大事だ。情報知識もものすごいスピードでどんどん生まれてきます。こんな複雑な世界、多様性多元性があふれるこの世界、この格差もどんどんひどい中で、究極のシンプル、一つだけがあるね。その世界ですね。人間の情報知識はもう、経験知識は AI が全部やりますね。はい。経験知識は川を渡るためにこう必要とする船ですね。我々人間たちはもう川を越えてます。十分に、経験知識は蓄積できているので、これからは本当にこの経験知識をね、してる勇気が必要ですね。哲学的な勇気、はい、数学的な知識、概念知識が必要です。数学的な知識は、だからね、主語と述語、1の中に、全てが入っている1をどうディファインするのか、演劇的な知識ですね。1プラス3は4って、もう1プラス3の中にもすでに答えが入っていますね。一つだけがある、この1の中に全ての答えがある、その1をどうディファインするのか。はい、そのシンプルですね。シンプル is the best beauty。 はい、営業力を持つためにはシンプルな人間になること、シンプルなメッセージを投げること、シンプルな、世界で本当に尊厳関係が、構築できるんですね。一つだけがある世界、はい、シンプルは皆さんパワフルですね。全ての力を全部、統合できる、全ての多様な存在を変化温度移動させる究極の力そのものだからね、一番パワフルでもありますね。そう、全ての共通土台がなれることですね。人間がこのレンズ観点にはまっている状態では、経験知識はね、真理にならないんですね。だから犬のレンズには犬の世界が、人間の脳のレンズには人間世界が、カエルの脳のレンズにはカエルの世界が出る。だからそのレンズがどうして生まれるのか、そのレンズとこの現実世界がどんなつながりがなるのか、その一対一の対称性が生まれるようにさせる世界の根源ですね。力の源ですね。はい、一つだけがある、このシンプルさね、それが営業力を持つためにね、3大要素はシンプル、パワフル、ビューティフルビューティフルハーモニー令和時代は今一つになれるのか。はい、それがとっても大事ですね。皆さん心がシンプルが好きですよね。複雑な心は意思決定もできない、心がすっきりシンプル状態になった時に、全ての関係性も明確に整理が起きてるから、自分が何を知るべき、何やるべき、何を希望するべきが明明白白になりますね。はい、この時代営業力持ちたい、令和で近く、一つだけがある、一つだけがある、このだけがあるのが重要ですね。それがキーワードです。一つだけがある、それをまず形式論理として明確分かったら、次あの一つは何なのよって、それは次の問題ですね。その内容までも明確に案内できる令和で哲学ですけど、一番重要なことはまず真理にアプローチするのはシンプルですね。一つだけがある、この演劇的な知識、情報、それがとっても大事。はい、この時代を令和哲学とともにすっきりワクワクで営業力を与える我々になりましょう。今日もありがとうございました。